東京外環自動車道、東京外環自動車道、東京外環自動車道、東京外環エクスプレスウェイは、東京都練馬区から埼玉県を経由し、千葉県市川市に至る高速道路の道路名である。略称は、東京外環道、東京外環、道、東京外環プ p ー、外環道、東京外環、外環など。高速道路ナンバリングによる路線番号は、 C3 が割り振られている、東海環状自動車道も C3 が割り振られているが、本道路と関連はない。全線が大都市近郊区間に指定されている。都心から約 15km、km の圏域を環状に連絡する道路である、東京外各環状道路の自動車専用道路として、共用されている区間であり、並行する一般部の国道を298号と合わせて、 東京外角、環状路を構成する。東京外角、環状道路は、高速道路部と一般道路部の総称であり、東京外環自動車道は共用中の高速道路部の路線名である。どちらも、外環あるいは外環道と略称される。建設中区間の名称は、一般道路部及び高速道路部の透明ジャンクション、JCT、仮称から中央 JCT、 過少については、東京外角、環状道路となっており、高速道路部の中央 JCT、過少大泉 JCT 間については、東京外環自動車道となっている。ただしこれらの区間についても、東京外角、環状道路となっている場合もある。都市計画法に基づく、都市計画道路名称は、東京都内は、東京都市計画道路都市高速道路、外角環状線。 埼玉県内は各都市計画区域和光、戸田、埼玉、川口、草加とも高速外環状道路である。現在、国土交通省と東京都とネクスコが共同で建設、整備を行い、開通区間についてはネクスコ東日本が管理を行っている。東京外環自動車道とは一般向け案内に用いられる道路名であり、 高速自動車国道の路線を指定する政令で指定されている路線名ではない。政令上の正式な路線名は下記のように複数の高速自動車国道の一部ということになっている。83から91は近く間、東京外各環状道路として事業中、近畿自動車道と同じく道路照明灯は全線に渡り渡って設置されている。 現時点では、休憩施設は、ニークラパーキングエリア、PA のみとなっている。2018年6月2日に、高屋 JCT まで開通したが、新たに休憩施設が新設されていない、ヤシオ PA 設置の計画があるが、完成時期は未定。このため、50km 以上にわたって、休憩施設がない場合がある。さらに、 東高速道路上にはガソリンスタンドが設置されていないため、経由地によっては 100km 近くにわたって設置されてない区間があり、周辺のサービスエリア SAPA にはガス欠防止のため給油を促す標識が設置されている。ニークラ PA の駐車場は内回り外回り共用となっており、外環道はここで U ターンを可能としている。 すべて方向別放送となっており、コールサインは、ハイウェイラジオ外観と放送される。例、大泉であれば、ハイウェイラジオ外観大泉。大泉、和光北では、電波状態が悪く聞き取りづらい場合がある。これは、直近に送信書がある AFN の電波の第2、高調波、810kHz にイコール 1620kHz が、ハイウェイラジオの周波数。 1620kHz と同じであり、渾身を起こしてしまうためである。2017年、平成29年2月25日までは、当時の開通区間、大泉 IC、JCT 三里南 IC は、距離にかかわらず、均一料金だったが、県王道、堺古川 IC、筑波中央 IC 間の開通に合わせて、2月26日午前0時から、 ETC 利用を基本とする大距離制へ移行し、それに先立ち2017年、平成29年1月11日より、外環道 IC、JCT 出口での ETC 料金徴収が始まった。これは2016年、平成28年4月1日、国土交通省による首都圏の新たな高速道路料金に基づくもので、 高速自動車国道の大都市近郊区間の水準、普通車29.52円、キロメートル税抜きに統一されることとなった。しかし、この基準をそのまま当てはめると、2017年2月、当時の最長区間、大泉 IC、JCT 三里南 IC の料金は1230円、普通車となり、それまでの均一料金510円から大幅値上げとなってしまうため、 以下の激変緩和措置が講じられることとなった。この激変緩和措置により、極端な値上げにはならなかったが、国土交通省の意図した、初、着地点が同一ならば利用ルートに関わらず、同一料金が崩れ、複雑な料金体系となったことへの批判がある。2017年、平成29年2月25日まで、走行距離に関わらず、 ETC 車も均一料金であった。24時間交通量、大道路交通センサス。大泉 JCT、ニークラ PA にかけては急カーブが連続し、大泉付近では大型車の横転事故が多発、さらに大部分がトンネルで見通しが悪くなっている。ビジョニ JCT の首都高速道路外観、連絡道路には、 高速道路では全国でも珍しい交通信号機付きの平面交差点となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。